こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。商品の発送のボタンを間違えて押してしまいました。どうしたらよいでしょうか対応方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう、はいえー。この動画では、視聴者様から連絡がありましたので、ぜひね、紹介させていただきます。この場合ですね、発送方法で取り消しができないので、発送方法をです、ねえー、変更するしかないです。はいそれとですね、匿名規模の場合はですね、 住所の名前ですね。配送先の住所と名前がわからないので、ぜひね、まあ、購入者の方に聞いてね、発送していただければいいかと思います。ぜひね、試してみてください。はい、えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマネをプ,プレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube か質問一切受け付けてません。LINE アド登録後によろしくお願いします。 本日は、スタッフ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。